コラボス、大阪五十山。パオ。おはようございます、皆さん。さあ、今日はどこでしょうか。じゃん。時刻は間もなく8時になろうとしております。今日はここ阪急は箕面駅にやってきております。今日は大阪五十山、コースは親玉から説明です。どこやったっけ。滝道を通らずに、西光寺の方から車道に出て、まずは東海自然歩道の起点に行きます。西光寺から東海自然歩道、ビジターセンターのところね。ビジターセンターね。そこから東海自然歩道を通って、北雪霊園の横を通って、北雪霊園の横、龍、忘れたんちゃうやろな、何やったっけあの山、龍王山や、龍王山やっぱ龍王山大受けやで。そっからちょっとやばいで、そっからぐるりっと回って、ぐるりで、阿武山、阿武山、阿武山ってことでしょ、ここから、で、元気があればまたここに戻ってきます。なければバスで帰ります。はい、っていうプランであります。今日は30キロオーバーじゃないですかね。それでは今日も元気に行ってみよう。はい、滝道に行かずにこっちに行きます。大した意味はないよね、これね。意味はないけど、最近滝道付いてるからちょっと付いてるからね、違う道行こうかなと。まっすぐ行くとあのポピュラーな滝道なんですけど、こっちを右に行ってもね、行けるんですよ。西光寺さんはね、紅葉はとても綺麗やからね、もうちょっとしたら紅葉、まだまだ。最高ですね。はい、入りましょう。あ、入ります。この坂は全然人いなかったですね。こっちのルートなかなか良かったです。あ、人登ってくるか、左から。あ、さあ、すがすがしいですね。うん、もみじやな。うん、もうちょっとしたらね、すごい綺麗なイチョウちゃん。そう、もみじで、こっちから抜け出るんですよ。傾斜はね、ずっと急なんですけどね、そんな奇跡を。大阪の市内が一望できます。朝日を浴びてる。ススキにもね、お花があんねんて。ススキってホワホワしてるやんか。ホワホワするのって言うたらタンポポと似たようなイメージで、この間ね、ちょっと花咲いてるとこ写真撮ったんやけど、これまだなんやけどね、あんねんて。なんかちっちゃいね、プツプツみたいなのができんねん。はい。はい、こっちは、人はほとんどいないんですけど、結構急な坂やけどね、あの西光寺さんでお参りして、朝のすがすがしい空気の中でね、あのいつもの滝道がこの緑の軌跡なんですよ。あの変わらへんぐらいか、もしくはなんかこっちの方が近いぐらいの勢いやね。ま、あのおすすめ、おすすめ、何遍も箕面行ってる方はこっちから通るのもいいんじゃないでしょうか。はい、8時16分、 900m ほどです。はい、車道に出てしまいました。これは滝道から上に登ったところの第二駐車場に続く車道です。うん、なるほど。こういうふうにぶっ飛ばして車来るんでね、気をつけてくださいね。はい、そこから出てきてもうすぐです。はい、あ、風の屋敷みたいに行ったら風の森か。うん、いいの、いけるいける。うん、はい、8時27分です。はい、距離は1.3キロ。はい、ここは箕面マウンテンバイク友の会が整備してるらしいですよ。へえ、前はこんな道あったっけ。なんかもうここ入っていっとったやな。そうやね、整備してくれたんちゃう。なんか新しい看板やったで。中通らんでもええようにしたんか、この敷地の中を。ねえ、すごいね、うまいこと抜けれるようにできててね。秋の深まる前の山って楽しいね。
きその左から登ってきて。あ、そう。ほらほら、これこれ。高山道ハイキング道やって。へぇ。社会整備が2年前なんや。へぇ。すぐ、すぐ最近なんや。うん。で、こっから、いや、いい道でした、そうですね。ここを左から入ると。はい、やっぱちょっとちゃうなぁ。 あ涼しい、ね、すごい気持ちいいよ、ここ緑の絨毯。おお、すごい素敵。苔ってすごいね。この苔。あ、これ苔か。苔めっちゃすごいな、これ。緑の壁。めっちゃ見事これ。はい、ここから登ってきました。まっすぐ行ってもビジターセンターの方に行きますけど、ここから下に降りていって山道でもビジターセンターの方に行きます。今日は山道で行きます。はい、はい、行ってみます。ふん、マサのチェーンは 440m って書いてあったよ。はい、センター。はい、ここ展示室何気に面白いよね。うん、今日はちょっと立ち寄りませんが、はい、時間のある方はぜひ。剥製とかすごかったよね。と思います。竜王さんですね。はい、目指すわ。美濃川ダムの方です、こちら。今日は 5.5 キロです。はい。いいおあつらえ向きベンチがありました。休憩したいと思います。ちょっとお腹すいたね。はい。休憩します。ただいまの時刻は。はい。はい。行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。行ってみよう。はい、行ってみよう。はい。すごい走られる方だったんですね、うん、昨日たまたまね街中でお会いしてね、声かけていただいてばっかりだったんですよ、ね、なんと、うん、今日こっちの方に来る言うたら、ね、うん、すごいよかった、会えて、うん、山はね、やっぱりね、五感に訴えるところがあるよね。鳥のさえずりとか虫の声とか、こういう土を踏みしめる音とかで、山の匂いとかね、やっぱ生きてるって感じがするよ。そうでっか。おお。隠れ展望スポットです。おお。何山やろね、あれね。こっちさ、サイトの方やと思うけど。あぶ山とかあっちの方じゃ。おお、うん。いいやん。はい、10時29分です。
北斗鶴霊園にやってきました。あ、やった。ちょっと孫ついてしまいました。はい、距離は、これね、忙しいんだけどね、7.6 キロです。はい、北斗鶴霊園です。霊園ですね。はい、でここすぐ入るんですか、ね、はい、すぐ入ってます。これポイント。霊園スタート。はい、オープン。はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。いい道ですよ。うん、実物はね、画面よりちょっと細く見えるらしいよ。ボリューム、ボリューム。じゃあね、すぐ太るからね。実際ね、太く見えるときは太ってるんやと思う。そうや。今日ちょっと痩せ気味やから。ちょっとね、動物が多くて通りにくくもなってるんだけど、うん、基本はね、このせせらぎの音が聞こえてすごく気持ちがいい。はい、このポイントです。東海自然歩道はそっちなんですが、あの逆から来た時にまさか、そうそう、これを駆け下りていったんですが、ここに何にも書いてないんで、ここに欲しいよな。そうやな、大迷いしたとこです。こっちにも行ったのかな、行った。ここじゃなくてそこに置くべきやね。文句言ってます。ブブ。ここね、今はススキは綺麗やけどね、確かアジサイも綺麗くなかった？知らん。ちゃうかな、嘘やったらごめん。この辺りには東海自然歩道の案内は全然ありません。むずいのよ、何気に。これはもう噛んでいくしかしょうがない。出たあかん。こうやって何遍も迷うんや。うん、もう、うん、この稲穂が美しい国って感じするわ。これやな、うん、これバリバリってくるんかな。はい、11時55分、はい、距離は 15.1 キロ。はい、ここは、ここは何ちゅう施設やったかな。仁長寺スポーツセンターやったかな。あ、そうそうそう、ここに書いてあるわ。仁長寺スポーツ公園。はい、ちょっと、はい、ここで休憩したいと思います、はい、今日のメニューは、酢の物、おろし生姜入りわかめとトマトとキュウリのと金柑の酢の物、ぶどうを、お父さんの漬けた千枚漬け、レンコンと鶏の、甘酢炒め、ゆで卵、味付け卵です。最高。武王山参拝所です。すごいかっこいいね。仁長寺の小さじです、ここは。はい、
岩立山竜王七坂七不思議。この岩の割れ目から薬師如来が出現したと言われています。へえ。あれか、あれだよ。ああ、このテープがあることによって、なんかこの近くにあんねんなっていう気に。うまい。ここや。まっすぐ行くと展望台。なんか踏み跡をめっちゃがっつりつけてくれてる。前よりはるかにわかりやすいよ。ここ三角点で書いてある。ほんまやほんまやほんまや。親切になってる。ここまで来てな、分からずに帰る人多かったと思うで。あ、これは分かるわ。ほんまや。分かりました。時刻は、12時51分、はい、距離は 16.9 キロ。はい、ホラポス大阪50山は第28山。やりました。タッチ。ピコン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 。やりました。ピコンピコンって。こう喜びを表現。お、やりました。お、イエーイ。こんな迷わずに来れてな、もう感無量やで。いや、ほんまありがとうって感じ。やっぱ今まで散々ここに来るまで大迷いしとっただけあったよ。いや、忘れとったとこも多々あったけど、それでもね、おぼろげにね、あ、ここ通ったなみたいなとかね、今日の日のためにやったんやね、この。はい、展望台に向かいます。スルーかよ。ちょっとナチュラルな雰囲気の竜王さん展望台です。前はこれが三角点やと信じて疑ってませんでした。ちょっとちゃうんですよね。おお。ちょっと曇ってるけど、まあまあ。金剛山あっちゃって、へえ、岩は極めていいよね、ここ。うん、こんな感じの展望台です。でもあんなにすごい台風にも全然どうもなかったっていうのがすごいよね。車作り東海自然歩道へ。1時14分です。はい、あっちの人はこっちやけどな。うん、はい、またまた分岐です。ここなんか分岐が多いな。分からへんわ、この道。出た。ぐるっと右やと思うんだけどな、これ。ぐるりっと。こっちに行くとどう書いてあるんですかね。うん、書いてないんだっけ、いう感じ。分岐多いな。うん、え、でもあっち行ったら清水って書いてあるから、うん、こっちかな。うん、道。うん、絶対あれやで、清水の方やったんやろとか。うん、どんどん離れていってます。ちょっと間違ってるみたいけど、まあもうこれでも行けんことはないから行きますわ。別に遠回りでもないし。すごいな。ちょっとやばい。向こうの方に橋あるやん。だいたいあのぐらいの高さからやるの。ここちょっと高すぎじゃない？なに？あ、クラクラする。なんか。やっば。この橋すごかった。車作り橋やて。この高度感ちょっと尋常じゃない、うん、こんな橋あったらいいなっていう夢の、危ないよ、夢の橋張りの高さやった。こっちからはいけませんでした。これ農業用の道で入ったらあかんらしいです。またやってしまった。ちょっと前半順調すぎたからね。
はい、2時6分です。なんとか、ヘロヘロ迂回道路の方、B 案の方の道路に出てきました。なんとか、阿武山行けそうです。よかったです。何キロ？21.7キロです。はい、14時6分。はい、ヘロヘロすぎて口が利けません。ちょっと休憩入ります。東海自然歩道にまた復帰しました。ここから出てきました。いやーよかった。もうルートに乗れる幸せを感じますね、久しぶりにね。変電所の横を通ってます。阿武山口のバス停です。ここに阿武山と書いてます。はい、14時25分、距離は23キロ。ヘトヘト、6時間半もこんなことしております。ほんまアプローチ長いよ。ヘトヘト。ファイト。おう。はい、おそらくあの前方に見えるのが阿武山じゃないかと思います。なんかただ広い広場になってます、ここは。あれが陸王山かな。あれあれ来たね。何がこんなに下手くそになったんやろな。なんか前半のアップダウンがボディブルーのように効いてきたな。よあっち。こっちは高槻方面かな。サントリー。サントリーはもうちょっとこっちの方やってもいいけど。時刻は14時48分。はい。14.8キロ。24.8キロ。見て、めっちゃ立派。あのね、優しさのあふれる登山道だった。なんかね、すごい親切な。いや、あーと、テーブル譲り合ってください。はい。テーブル譲り合って使ってくださいって。50山。はい、第29。20ラストですよ。29だ。やりました。なんか愛情を感じました。ありがとうございます。はい、3時3分です。はい、名残惜しいですが、もうすごくね、あのベンチも使いやすくてね、本当に感謝申し上げます。ええ広場やね、ここ。ええー、ほんまに愛情を感じた。古墳の方へ降ります。はい。もちろん箕面までは走りません。堪忍してもらいました。一周できるで。全然したくない。いや、いい登山道やで、ここ。北雪大展望台大阪北雪市街地六甲山千里やって。へぇー。大展望台って大きく出たな。真っ正面が六甲山。大展望台。さっきね、手振って歩いとったらね、蝶々がピュッと手にね、入ってきてん。ガーちゃうよ。じいさんばあさんになっても楽しめるようにこう。ねえ、いい感じにこう。おい、ばあさん。じいさんや。六甲山やな、あれが前が。はい、ここはもののふ自然歩道です。武士って書いてもののふ自然歩道です。へ、いや、さっきの広々した入り口も良かったけど、こっちもいいね。間もなく下山終了。
府山古墳。はい、むちゃくちゃ快適な登山道でしたね。驚きました、はい、すんごいよく整備されてて、はい、楽しい最後の一座でした。いやもうヘトヘトやったからもう早いって早帰ろうぐらいの気やったんやけど、なんかすごいね、あの純粋に山歩きを楽しませてもらいました。ありがとうございます。頑張れよ頑張ったわだいぶ頑張ったわはい、総評。総評、うん、それたまには龍二さんに聞かなあかんね。はい、総評どうぞ。いや俺は美濃までまた戻るつもりやった。あ、行ってこい、もう美濃集合やで、このどうだったんでしょうか、今日一日。うん、まあ、阿武山は行ったことない、初めての山やったからね。うんうん、阿武山は初めての山だったから強い来てんでもええわ楽しかったんですかね。楽しかったよね。うん、なんかあっという間に終わったやんないけど。ああ、そうやね。でも最後ヘロヘロやったからちょうどよかったかもわからへん。うん、ヘロヘロやったからちょうどいいぐらいの強度まあでも老若男女みんな楽しめそうなね、感じの。はい、あの急遽コース変更もなんとかね元のコースに復帰できて何よりでした。はい、はい、我々らしい一日だったんじゃないでしょうか。はい、またね。またね。はい、バス停がここにありました。はい、のバス停です。まもなく来ます。はい、距離は27キロ、 26.8 やったかな、はい、まあ、ほぼ27キロやりました。ここはい、はい、アイバス停。ちゃんとね、阪急茨城行きとかあるんですよ。嬉しい、ここでゴールとなります。はい、になります。はい、15時35分です。イエーイ、はい、お疲れ様です。